はい、皆さんこんにちは、佐賀県としてございます。8月のですね14日の日曜日でございます。サブチャンネルを昨日開設しましてですね、さすがもう全然違いますね。メインチャンネルだと地味なその不動産マンションの話でももうあっという間に数百の視聴回数いくんですけど、あれですね、サブチャンネル始まったばっかりなんで数十回、30回とか40回しかいかない。まあ2日目ですからね、知らない話でございまして、YouTube ってね、収益になるまでは、チャンネル登録者が1000人、で総再生時間がですね4000時間やったと思いますね。そこに達するまで皆さん大変苦労されるようなんです。私も約もうですね3年前ですか、3年前ですね、3年半ぐらい前に始めましてですね、何ヶ月かかったやろ、3、4ヶ月かかったような気がしますね。まあ最初全く無名ですからね全く無名のマンション評論親父ですから、その頃は慣れないんで1日にどうですね4本か5本あげたらいい方でしょうかね。今も慣れましたからね、喋るのもこの作業も慣れましたんで、多い日には1日12本ぐらいあげてましたけど、今どうでしょうね、この夏休みをいただく前は8本から9本ぐらいでしたかね、平均すると。まあ8本ぐらい上げとけええやろぐらいみたいな。喋る内容はあれはね、いくらでもやるんですけど、あとね、やっぱり忙しいですよ本来私書くのが仕事でしょう。だから、原稿の締め切りとかあるとですね、そっちはーって優先するわけですよ。なぜこっちは優先、なんていうか締め切りないですからね、好きな時に上げとけばいいわけだって。原稿の依頼があったりするとですね、そっちを優先しなあかんし、書かなあかんし、電話かかってきますしね、いろんな事務作業もございます。今日は一つですね、原稿を上げましたですね、連載原稿を一つ書いて、あとですね、もう一つ不定期連載の原稿を書かなあかんなと思ってるんですけど、まあええか、編集者もお盆で休んではるわと思ってですね置いてあるわけですけども、まあそれを書かなあかんなと。最近ね、原稿依頼少ないです、コメント依頼も少ないですね。マンション市場というものはですね、ちょっとね無風状態にあるんですよ。まあ売れてないわけでもなく、かといってブームというほど売れてるわけでもなく、で依然値上がりが続いてるわけなんですね。値上がりが続いてますんで、その私は 2,3 年前に暴落やって言ってた人間なんで、あいつに言うともまだ暴落っていいよろわってみたいになるんでしょうけどね、実際いくつか見込み違いがございましてね、コロナになったことによって、政府が合計100兆円、相乗効果入れてですね、予算協定規模でですね200兆円なんていう経済対策をしたおかげでバブってるんや、ほんまにもうこの2年ぐらいでバブってるわけですよ、すごい。だから暴落どころじゃなくなってるというのは現状でございまして、まだ値上がりが続いております、東京のマンションですね。ところがですね、東京はまだマシなんですよ、実はまだマシでして、お隣さん、韓国はすごいですね。韓国で年収の 3,40 倍というふうに言われてますね、ソウルあたりで。2億3億という世界だそうでございまして、それは恐ろしい値段になっています。で皆さんそこまで上がるとですね、金融商品的に買うわけですね、その値上がりを目的としてるわけですね値上がり熱いね、ほんまにいやもうこれで終わりや、ほんまに今ね6時35分ですからね、もうこれ取ってあげたら今日は終わりでございます。金融商品的に買うわけですね。これは中国も同じでございましてですね、北京や上海ではですね、普通のサラリーマンの年収のだいたい40倍と言われています。で深圳という新興都市ですね、65倍と言われてますね、香港の近くです。ですごいですよ、中国全体でですね、マンションの空室、誰も住んでいない空室が1億戸あるんですって
それにまだですね、そのこう建設の途中で止まってるマンションなんか入れたら何億個も余剰があるわけですね。一説によりますとですね、人口14億人の中国でですね、34億個の開発が行われているそうでございます。どうなんやろと。そんだけ供給過剰にもかかわらずですね、北京や上海では年収の40倍なんてことになってます。それは当然買えるわけないですね、普通の人は。それを買っているのはですね、共産党員なんです。共産党員といいますのは、なんとあのいろんなところにコネが効きます。だからそんなのもちろん自分のお金で買いませんから、どんどこどんどこ融資を引っ張ってですね、そこで買ってるわけですね。で向こうはですね、その住宅ローンのシステムは日本とちょっと違います。日本はですね、1割ぐらいの頭金を入れれば、あとの9割はですね、建物の引き渡しを受けた時点からですね、ローンの返済が始まります。その時点で融資が実行されるんですね。建物の引き渡しと同時に融資が実行されて、銀行への返済が始まるというようになりますけども、中国の場合はですね、契約時点でですね、契約時点で融資が実行されてですね、あの返済が始まるということになります。まあそれでもですね、値上がりするわけでして、建物ができた途端に売る人もいればですね、その契約自体を売ってしまう人もいるわけですね。右から左に流しただけでですね、1割や2割は抜けたというのがですね、現状でして、建物ができるまで待ってるとですね、 1.3 倍とか 1.5 倍になる。1年ぐらい寝かしておくと2倍3倍になるという、そういうですね、まあ日本のバブル期の最盛期みたいな、全盛期みたいな値上がりをしております。これがガーッと起きましたんで、年収の40倍65倍というようになりました。これまあどうするのか知りませんよ。どうするのか知りません。まあ、それはまた別の機会にですね、メインチャンネルの方でですね、中国の不動産市況を思いっきり茶化してやりたいと思うんですけども、東京はデアと言いますとですね、大体13倍ぐらいなんですね。東京のサラリーマンの年収は大体500万なんです。で大体これがですね、23区の平均でいきますと、今1億2000万近く、1億1000万とかになりそうなもんでございます。いけませんね。あ、ごめんなさい、1億1000万、23区でですね、6000、まあ、7000万近くになってるわけですね。だから13、倍と。山手線の内側になりますと、さらにその倍になりまして、1億1000万とか1億2000万になります。いやー、えらいことですね、ほんまね。山手線の内側だと大体その25、6倍ということになろうかと思います。23区だとですね、平均が13倍と。だから練馬やですね、世田谷の端っこあたりまで行きますとですね、年収の13倍で買えると、まあ10倍ぐらいのもありますけどもね、はい、ということになってまして、これをバブルと言わずとして何と言うんやと。で実際ですね、山手線の内側の1億や2億や3億、まあ、1億では勝負にしか買えません。まあ、2億3億でやっとですね、まあまあのマンションを買えるんですけど、誰が買うてんねんっつって、いろんな人買うてるんですよ。いやー、東京ってね、お金持ちいっぱいいますね、わけわからんお金持ち。ここにマンション相談にお見えになる方のですね、これ買いたいんですって持ってくるマンションの平均がだいたい1億前後ちゃうかな。つまり5000万とか6000万の物件を持ってこられる方は少ないですね。だって7、8000万ぐらいから上は1億5000万ぐらいがここにいらっしゃる方の平均値かなという感じがしますですね。なんでそんな持ってんのって言ったら、まあいろいろいろんな事情があって持ってはるんですよ。まあ、ちゃんと稼いでね、サラリーマンの月給で買いたいという方もいらっしゃいますけどね。でもそうでない方も結構多いですね。もともと持っていたとかですね、相続であるとか、親の金を引っ張ってきてみたいな、そういう買い方が多いように思います。羨ましい限りでございますけどね、ほんまに。それがいつ下がんねんという話をいつも聞かれるんですね。もう毎回聞かれます。はい。下がります、そのうち。まあでも今のところ無理でしょうね。株価も調子を取り戻しておりますんで、まあ大体株が下がり始めてね、半年ぐらい経ったら下がり始めるんちゃうかなという気がしますね。株価まだ好調と言えますね。まだ2万8000円台やってますから。
これがですね、今年の後半に多分景気も悪くなると思うんで、株価が2万5000円を切って2万円に近づくようなことになるとですね、その後でですね、半年もすればですね、マンション下がってるやんみたいなことになるんちゃうんかなと思います。大体だから私は来年の今頃にはもう分かってるんちゃうかな、下がってんでと言える状態になってるんちゃうかなと。それまではちょっと無理ですよ。で、変な話、来年の今頃になってもですね、下がってない可能性もあるんですよ。それは景気が好調のままいったらという話ですね。来年の今頃また2万8000円やったらですね、下がっていらないか、また下がって遅いよって怒られたかね、いやいや、ほんまに。まあ、そういうことでございまして、株価を見ててください。あとは、まあ、GDP の成長率とかね、もうすぐ発表になりますね、4、6月が。あまりいい数字でないような気がしますけどね。まあちょっと楽しみにしましょう。また明日もですね、このサブチャンネル続けたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。